来年します僕。はい、どうもラメディです。おっさんことオースリーです。本日は案件ということで、今回は全熱ゾーンゼロというゲームを紹介していくんですけども、こちら案件なんですね。で、オースリーも案件ってことは知っていて、ストーリーをね今回真面目に進めていくんですが、ボスと戦ってる最中とかにね急に重大発表を始めたら、いや今見せ場じゃんって気持ちと、えそれ重大発表じゃねっていう気持ち、どう混乱するのかなっていうのをちょっと見ていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ始まりました全熱ゾーンゼロですね。こちらはですね、原神とかスターレイルを出しているホヨバースが送る最新都市ファンタジーアクション RPG でございます。ゼロ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 、ちょっと意味わかんない、案件だから真面目にやってんのよこっちは。このゲームの舞台はですね、超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界で、その災害をねホローって言うんですけど、そのホロー災害で逆に発展していった新エリートという都市にプレイヤーたちは住んでおります。この新エリートに隠された秘密を解き明かしていくストーリーなんですけど、今回はその新キャラが出てくるネズミ色のブルースという最新ストーリーをやっていきたいと思います。僕はですね、今配信されてるメインのストーリーは全部終わっちゃってて、どうせなら新キャラが出てくる回を紹介したいなと思ってこのムービーを見せてるんですけど、今出てきてるのが新キャラジェーン・ドゥ。これ一見青い制服を着ている警察と対立してるように見えるんですけど、実は潜入捜査をしている、警察サイドにいるキャラになります。ジェーン・ドゥってアメリカ版の七種の本です。そうなんや。男性がジョン・ドゥな。なるほど。いや俺より詳しいのやめて。俺が今解説するがやりたかったとこだから。本来はですねガチャで出さないとパーティーに入れられないんですが、このネズミ色のブルースというストーリーではジェーン・ドゥを操作できますので、早速ちょっとプレイしていきましょう。ジェーン・ドゥはですね近距離アタッカーということで。なるほど。すごい、ちょっと攻撃範囲がめちゃくちゃ広いですね。強いね、ゴリゴリいくね。これ面白いのが、相手の攻撃を回避ボタンで避けてすぐ攻撃ボタンを押すと自動で反撃してくれるんですよ。すごい。はい、ということでかなりスタイリッシュなアクションゲームなんですよね。大杉さんもすでにお酒飲んでるということなんで、まあプレイする側だったんで結構やばかったかもしれない、いやほんとさ、ちょっとビビったもん。スタイリッシュアクションの合間にところどころ俺のウェッとか入るかもしれなかった。いや絶対今日はダメだそれ。そしてもう一つ、ジェーン・ドゥにはゲージがあって、そのゲージが溜まると熱狂状態に入ることができます。左上のゲージが今どんどん溜まってますね。で、はい、これ溜まりますとですね攻撃力が上がっていきます。おお、いいね。そしてこの熱狂状態中に通常ボタンを長押しし続けると、このサルコージャンプができます。ああすごいすごい。で、あとは左上の数字が3000までいくと必殺技を使うことができます。かっけー。あ、すいません、カメラの方向を見つめました。せっかくの必殺技なのに全然映らなかった。でもこの必殺技はね、ジェーン・ドゥに限らず全てのキャラで使えます。ちなみに今これやってるのはお試しモードみたいな感じで、これはねストーリー進めてなくてもみんなできるので、ぜひ一度使ってみてほしいですね。そうだね、俺は敵の被り物の種類が豊富で嬉しいよ。いやお前どこ注目してんだよ。立ち絵がねヘルメットのキャラだから、そういうとこ注目しちゃうんだね。わすごい、これ回避の範囲がめちゃくちゃ後ろまで下がるじゃん。おやっぱりね、回避した瞬間に攻撃ボタンを押してこの反撃するのがめっちゃ楽しいよこのキャラ。おお、デカブツいった。じゃあちょっとね他のキャラとかも見ていきましょう。はい、こちらキャラクター画面です。色がついてるキャラが僕が持ってるキャラですね。でこの画面でカーソルを合わせると声が聞けます。あんたがサンプルになってくれるの？はい、ジェーン・ドゥはですね島村優さんですね。〇〇〇の伝説っていうめっちゃ有名なオープンワールドのゲームがありますけども、そこのお姫様の声やられてます。あー、はいはいはい。いつでも出撃可能よ。アンビーは種崎あつみさん、千年生きたエルフの魔法使いとか、ピンクの髪の心が読める子供をやってる。おーおー、すごい。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。ひよってるやついる？いねえよなっていう東京の暴走族の総長の役をやられている林優さんです。じゃあトヤにかかれば万事解決。こちらは声優もやられているアイドルグループアイリスのメンバー芹沢優さんです。そうなんだ。声優陣かなり豪華ですよね。すごいね。ということでこんな感じの全熱ゾーンゼロは PC、スマホ、プレイステ5でプレイできまして、基本プレイは無料でございます。グローバルダウンロード数5000万達成。ゲームをプレイするとキャラガチャが最大100連獲得可能ということで、ちょっとでも気になったらぜひ概要欄の方からダウンロード、そしてコードを入手して始めてみてください。僕のフレンドコードもね載せておきますので、ダウンロードした方はぜひぜひフレンドになってください。ちなみにこんな感じで近距離のキャラだけじゃなくて遠距離のタイプのキャラクターとかいろんなキャラクターがおりますので、アクションゲーム初心者の人でも全然楽しめるゲームになっております。一つのクエストで3人までパーティー組んでいける感じになってます。気づいたら変わってる。そうなんですよ。これはねボタン一つでキャラクター変えられるんですけど、むしろ目まぐるしくキャラクターを変えて戦う感じのゲームになっております。
ちなみにこの3人は最初から使える3人なんですけど、もうキャラデザがめちゃくちゃいいですよね。そうだね、もうコヨバーさんの、ね、キャラクター結構要素を詰め込んでくる魅力的なキャラクター多いんですけど、ゼンレスゾーンゼロもかなりね方向性のまた違った魅力的なキャラクター多くって、街にカフェとかラーメン屋があるんですけど、そこの店長もねすごい面白い格好してるんですよ、お、ボスですね。こういう大きな敵とかもね全然戦っていくんですけども、来年 CD 出します僕。僕ラメリーが作詞作曲した6曲と君夢時代に制作した曲パレードを収録した CD を来年発売します。これはそう、これは案件の撮影中ボス戦で重大発表するドッキリはい、パレードに関してはギターをね弾き直しまして、ラメリーのみのバージョンになっております。これは長年のファンの方びっくら仰天。いや、大スリーは全然びっくら仰天してないなあれ、大スリーに収録曲教えてなかったはずなんで、アップルパイ出ました、ボス戦のアップルパイ。ちょっと逆にこっちが動揺しちゃってる感じが、アップルパイって言いながらちゃんと回避してるっていうね。あとちょいちー来たー、終わったー。いやー、ということでね、最後に僕の持ってる S ランクのキャラでクエストをやりながら、終わっていきたいと思うんですけども、大杉さん理解できました？まあ、ちょっとね、まだちょっとだわ。なるほど、まあ嘘の情報は今日一つも発信していませんからね。案件ならもちろん本当だし、 CD が発売しそこに君夢時代の楽曲パレードのソロバージョンが入るのも本当でございます。まあただ発売日とかまだ決まっておりません。来年ということだけです。はいはい、もちろんこれドッキリで前列ゾーンゼロ紹介しながら時代発表していいですかっていうのも許可が降りてます。懐広すぎんだろう。いや、そうなんですよ。なので、まあ、許可していただいたからにはね、もう逆に CD の話をしないともう失礼かなということで今回発売する CD の楽曲はほとんどがミュージックビデオを作って YouTube に上げているのですが、先ほど言ったパレードだけはミュージックビデオを作る予定はありません。うわCD を手に入れてくれた人は聞けますけども、 YouTube にはね、ミュージックビデオは上がりませんということで、それだけはねご注意ください。まあ、逆に僕としてはねぜひ買って聴いていただきたいなと思っております。うんうん、まあ、これ以上喋るとさすがに怒られる可能性がなきにしもあらずなので、ちょっとこれぐらいにしておきますあ、CD といえばですね、この、前列ゾーンゼロの世界にも CD ショップがありましてですね、手に入れるとキャラクターに装備することができるんですよねうまいつなぎがそう、それこそそういった装備にもレベルがあったり、サブクエストもたくさんあったり、やり込み要素というものがねかなりあって、これからどんどんコンテンツも増えていくと思いますのでね、ちょっとでも気になった方はぜひダウンロードしてみてください。よし、しっかり本筋に戻せたのでこれはね怒られないと思います